向島線上り分岐付近都心環状線内回り、川分岐付近分岐点江戸橋ジャンクションは、東京都中央区にある首都高速道路のジャンクションである。日本橋小網町、日本橋一丁目、日本橋かぶ町の区域階にあたる日本橋側の上空に位置する。1963年12月21日に共用開始した首都高速道路では、初めてのジャンクションである。 ジャンクションの名称はすぐ西隣にある江戸橋に由来するが、江戸橋の一つ西にあるのが、日本の道路原表が埋め込まれた日本橋であり、高速道路では、江戸橋 JCT を起点とするケースが多い。建設当初は、都道市と高速1号線の延伸部及び分岐部という形で作られ、北側の開通区間は1号線が本町、出入り口まで分岐部が、 五福橋で入り口までと短く、五福橋方面が枝線の形であった。その後、都心環状線構想が実行されるにつれ、分岐線であった五福橋方面が都心環状線の本線となり、江戸橋 JCT から浜崎橋 JCT の都道市と高速1号線が都心環状線に組み入れられた。その後、六号向島線よび七号小松川線が、 建設される際には、6号線は、都心環状線のみに接続されるようになり、現在の形になった。1号上野線は、都心環状線京橋ジャンクション方面とのみ、接続しており、他の路線とは接続していない。基本的な形状はハート型ジャンクションに、さらに高速道路が一本取り付いている形である。6号向島線は、東北自動車道。 常磐自動車道から、さらには7号小松川線を介して、京葉道路から集まってくる、都心通貨を含む交通が複装しやすい路線となっていることもあり、6号向島線と都心環状線両方向が2車線ずつで接続されており、特に都心環状線、神田橋ジャンクション方向とは、日本橋側の上空で直線的に接続している。一方、 都心環状線京橋ジャンクション方面は、都心環状線、神田橋ジャンクション方面マイナス6号、向島線から分岐する形状で取り付いており、都心環状線、神田橋ジャンクション方面とは6号、向島線方面車線から分岐する1車線のランプで接続されている。1号上野線と、都心環状線京橋ジャンクション方面とは、ルート的には、 分岐がなく結ばれているが、江戸橋 JCT 部分で1車線となり、車線数が減少している。このルートは全体的に大きな S 字カーブとなっているが、これは幼稚城の制約から1号上野線が日本橋側と昭和通りの上空を通行するようにしたためである。6号線が開通した1971年から1991年まで上野方面、 箱崎方面から銀座方面への流入を信号機によって制御していた。前期に方向及び神田橋方面からの合流が近接しているとともに、銀座方面に宝町出口があることによる安全の確保と交通の円滑化を図るためであったが、上野方面、箱崎方面からの車線を減らし、宝町出口付近の車線を増やしたことで、信号機は撤去された。 都心環状線の神田橋ジャンクション、マイナスあたり JCT 間は、老朽化に伴う更新に際して地下化される計画が立案されており、地下化後には、京橋方面と神田橋方面の直通ができなくなり、京橋方面は1号上野線、6号向島線、神田橋方面は6号向島線との連絡のみとなる予定である。ありがとうございます。